モーニング娘。初期メンバーとして付き合いの長い2人だからこその確執、固い絆の裏にある固く凝り固まった女の確執を削り合うザ・確執。まずは互いの第一印象について。ほい、あやっぺってさ北海道出身じゃん。そうよ。初めて会った時ね、絶対私北海道のヤンキーが来たと思ったんだよね。いやね、それで私をヤンキーと呼んでしまったら、ゆうちゃんも一体何なの。私は相当ゆうちゃんが怖かったね。間違いなく来たよヤンキーって思ったのはこっちだったよ。どっちもどっち。はい、うるせえな。はい、私いつも思ってたんだけど、学園って大体お菓子置いてたりするじゃない、うん、あれはさ、みんなに譲った方がいいのでは、うん、ここに置いてあるお菓子を食べて、はい、何が悪いの。大の大人がお菓子のことで揉めている。はい、カモン。何、じゃあ一人何個ってある書いてたっけ。いやいや違う違う、気づいてなかったんだね。私たちはあれはゆうちゃんが食べるものだから食べちゃいけないと思ってたの。それは勝手に思ってただけじゃない。いやいやいや、私言った覚えないよ。ってことですよ。だって私たちは何で買います。違います。だって私たちブレイクブレイクブレイク、ちょっと全然違うんだよ。もうちょっと全然そんなんじゃなくてさ、なんかもっとゴリゴリしたあの角質が欲しいんですよ、うん、頼みますよ二人とも。うまい。でもさ、まあ、正直さ、ゆうちゃんと私仲良かったじゃん、うん、でもどうしても言えなかったことがあるのね、うん、うん。私が卒業するときにゆうちゃんに何もそう、相談できなかったよね。相談しないで勝手に決めちゃったじゃん。後で考えて、私はきっとゆうちゃんの後を継いでリーダーをやってゆうちゃんを幸せに送り出さなきゃいけない係だったんだよね、きっとね。まあさ、でもさ、そんなこと言ってもさ、先辞めちゃったじゃん。だからそれは悪いと。いや、ほんとマジで、うん、寂しかったんだよ、出てし、うん、あ、思い出してきた、寂しくなってきちゃったでし。本当だね。あやっぺが辞めるって聞いた時すごいショックだったの思い出した。なんで私より先にみたいなことゆうちゃんが言ったんだよ。言ったよ。言ったんだよ。なんで相談してくんなかったの。相談できなかったんだよ。なんでよ、してくれたらよかったじゃん。だってさ、だからゆうちゃんが頑張ってたの知ってたんだよ。ゆうちゃんがすごい悩んですごい頑張ってあのグループを引っ張ってたことを知ってたんだよ。だからゆうちゃんが頑張ってるのを私は卒業してもずっと見守ってきたよ。それでどれだけ頑張ってきたかも全部知ってるよ。だから今ゆうちゃんが幸せで嬉しいよ。でいっぱい幸せな話2人でできるようになったじゃん。そうだね、さっき結婚したけどね。いいじゃん、追い上げすごかったよ。追い上げてないよ、全然遅かったじゃん。うちのお母さんも喜んでたからね。何にも追い上げてないよ。いやいやいや、最後で抜いたねって言って、どれだけ盛り上がったことか。どこで抜いたの。お互い長い間に蓄積された確執を削り合うザ・確執、いかがでしたか。人間誰しもが抱える確執、それが削り取られた時にこそ本当の美しさが見えるのかもしれません。いかがでしょう、あなたもたまりにたまったその確執削ってみては。